ヤマンソとは、E.P. バーグランドがクトゥルー神話の古き者の人頭として創造した神聖である。概要、別名、星々からの鈍食者、外界での必要なる待機者。クトゥルアと同じく炎の神聖であり強さは同等とされているが、時に自身の崇拝者の願いを聞き届けてくれるクトゥルアと異なり危険な存在である。理由は二つあり、一つはこの神の望みが人類の壊滅にあることで、その理由は不明である。もう一つは別名の通り貪欲な捕食者であり、召喚者といえども安全ではないからである。それゆえ、ヤマンソの召喚時にはヤマンソの気を引けるだけの生贄を用意し、また、ヤマンソが出現する魔法陣の外に出られないようにしておくことが肝要である。それでも失敗して捕食される可能性が存在する。普段は魔法陣を用いたクトゥルアの召喚時にクトゥルアの通り道となる外の次元に潜んでおり、地球へ至る道が開くとそこから出てこようとする。これが、もう一つの別名の由来である。そのため、魔法陣を用いたクトゥルアの召喚は速やかに行われなければならず、呪文を間違えたりして召喚に手間取っていると、ヤマンソが出現してクトゥルアを召喚しようとしていたものを捕食、クトゥルアに殺されたとされている事件のいくつかは、実はヤマンソの仕業であると言われている。してしまう。しかし、このことは逆に言うと敵が魔法陣を用いてクトゥルアを召喚しようとしていた場合、それを邪魔することで敵陣にヤマンソを出現させ敵を捕食させることが可能ということであり、それどころかクトゥルア召喚後であっても魔法陣がそのままであればヤマンソが出現する可能性も存在するのである。これを利用して炎の生物たちを召喚した敵の魔導士を逆にヤマンソに食わせた者もいる。この時、ヤマンソの怖さは炎の生物たちにも知られていたらしく、炎の生物たちは瞬時にこの次元より撤退している。しかし、基本的にヤマンソは人間と相入れないので、信者になるのならクトゥルアの方がずっとおすすめである。巨大な炎の塊のようなクトゥルアとは対照的にヤマンソの外見は小さく、中に3つの花びら状の炎を見せる宙に浮かぶ円環の形をとる。ヤマト型戦艦、一番艦、ヤマト、押してまいります。ヤマト型戦艦。ヤマト型戦艦、一番艦、ヤマト、押してまいります。従順利休です。千利休の子孫。そうです。そうです。やっぱわかっちゃいますか。